タクワトゥン軍は、台南部のパンガー県内に設置されている、軍の一つである。ムアンタクワトゥンはパンガー、タクワパーと並び称される古代都市である。この古代都市はもともとターイムアン軍、タムボンワーントーン、バーン、カーイにあった。1894年に、ビルマ軍がムアンタクワパーを攻撃した際に、ムアンタラーンとムアンタクワトゥンが次の攻略目標とされたため、 タクワトゥンの人々はタムボンクラソームの地に首都を移転し、現在に至っている。1899年に軍として編入された。タクワトゥン軍は北から時計回りにター・イムアン軍、ムアン・パンガー軍に接し、南西はパンガー湾に面する。軍の南はパークプラ海峡を越えてプーケット県タラーン軍に通じている。西はアンダマン海に面する。 自然が豊かであり、軍には、1983年10月26日に、美しいラーマン滝を中心に創設された、ラーマン滝国立公園や、軍の海岸部のほとんどを占めるパンガー湾国立公園がある。軍内で最も有名な寺院はワットスワンナクーハーである。寺院敷地内に数カ所の洞窟があり、ワットタムとして知られている。 特に最も大きな洞窟内には、昇入石や石順が多く見られ、さらに仏像が数多く祀られている。タクアトゥン群は7のタムボンに分かれ、さらにその階に68の村がある。群内には2つのテイサバーンがあり、テイサバーンムアンクラソームとテイサバーンムアンコーククロイと呼ばれ、同名のタムボン全体をカバーしている。それぞれのタムボンはタムボン行政体により、 行政が行われている。